道すがら知ってることを教えてやろう。でも全て説明できるわけじゃない。所詮人間がすることだ。牢獄の中の牢獄だ。とても気の利いたトリックだろう。お前とここの囚人には共通点がある。彼女は突如現れた。行く手にあるもの全てを破壊しながら、そしてバーン、囚われてしまった。彼女が逃げ出せないように壁を何層も作る。悲鳴が聞こえない。彼女は壁という壁を何度も何度も破壊しようとした。しかし壁の外にはまた壁ができていた。これで彼女は常軌を逸し、怒りか。何でも捕まえてズタズタにしたのだ。今じゃなかなかの慣習だ。だろう。でも俺らには分かる。閉じ込められていると、運がめちゃくちゃになるんだけど。そうだね。だからあそこから抜け出してきた。彼女の物語には終わりがあるが、俺らは違う。
よくやった。苦しみから解放してやった。ある日彼女は突き破った、狂ったように何かを探して。荒々しい彼女を彼らは理解できなかった。だから檻に放り込まれた。そこにお前がやってきて彼らはエスカレートした。ひどかった。そこからは悪化の一途だ。でも俺らが改善していく。力合わせて。